いらっしゃい、居酒屋ますや大将増田武です。今日のおすすめはスペアリブ。いいですね、響きがね。スペアリブ、はい、これご家庭でなかなかね作るの大変じゃないかと思われる方多いと思いますけれども、いえ、簡単にできます。しかも今日はねフライパンだけで、作ります。はい、それでは参りましょう。豚の骨付き肉ですね。そしてこちらに調味料がございます。では早速この豚の骨付き肉にですね、下味つけるもつけないもいいのですが、後でねタレで、焼いていきますのでなくてもいいし、私はちょっと先に下味をつけておこうかな。これね、下味をつけてるとですよ、出来上がる前にそのまま食べたりもできるというね、はい、つまみ食いもできちゃうというね、塩そして胡椒ですね。おと振っておきまして、はい、これを焼くだけなんですけれども、この焼きだれですね、はい、スペアリブの皆さん、お店ではねスペアリブ召し上がったことあると思うのですが、大体あんな味です。はい、大体あんな味です。なんとなくね甘い醤油の感じじゃないですか。はい、なのでね、醤油そして酒、はい、そしてそこにニンニク、はい、チューブで結構です。ちょっと多めに、はい、どうかな。そして生姜ね、こっちも同じぐらい、はい、入れていただきまして、これをねちょっと溶かしつつ、さらにそこにみりんやねお砂糖を使っていただいてもいいんですけれども、今日は蜂蜜ね、出来上がった時にちょっとテリテリっとツヤが出たりしますんでね。で甘みもすごく上品で、ちょっと多めに入れてみましょう。これでつけだれが、これね完全にきれいに混ざらなくてもいいです。はい、焼いてるうちにね全部お肉の方に味が染みていきますんで、もう大体で大丈夫です。はい、これで、はい、つけだれがね、つけだれといいますか焼きだれ完成です。では早速フライパンに火を入れて、今日はサラダ油です。はい、これも別に何の油でもいいです。いや変な油なんですよ、食べられる油ね。はい、サラダ油を引きまして、さあそれではねお肉を食べてまいります。こういうことです。はい、いいですね。うわあ、このお肉の焼ける音ってなんて幸せなんでしょう。これね、とりあえずは焼きます。はい、で完全に火が通るまでは焼かないですよ。ね、表面にねちょっと
焼き目がつくぐらい焼いていただいてからのですよ。あとバーベキューとかね、キャンプとか行ってバーベキューやるときも本当に網で簡単にできるんで、その時はまあ多少お肉の方にね味を染み込ませておいての方がいいですけど、ほら、うんうん、はい、まあこれぐらい焼けてきましたところにですよ、まず第1回目です、ね、うわー、来たよ、うわ、来たヒヒヒヒヒ、ここで一度蓋をして、はい、このね香りもともに、あ、今ちょっとね中にギュッと染み込ませタイムです。これもね、いつが出来上がりっていうのがまた難しいんです。あ、ちょっともうなんかね、ほら見てください、これこの照りった感じ、照りってますよ、ね、でこのフライパンにねあるこのタレオーバー、ちょっと身の方にしっかりとつけながら繰り返していきましょう、ね、もうすでに見た目はできているんですけれども、中に火が通るまでもうしばらく、これ第2弾、もう一度、はい、2回目です、はい、おお、もうなんかね香りでもうできてきてるな感が出てきますよ。わおわおわお、めちゃめちゃ簡単だと思いません？さあ最後の儀式だ。熱い。もう完成間近です。はい。さあ、そうこうしているうちに、むむむむむむ。にゃ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 。ね。どうですかこれ。これはもう完成といっても過言ではないのではないかと思います。だったら完成ですと言えばいいじゃないか。完成です。スペアリブ一丁割り。